RCC 開局70年特別企画まち自慢ラジオ。にんにぎにぎにぎにんにぎにぎにぎにんにがさんぞ。にんにぎにぎにぎにんにぎにぎにぎにしんがごく。みなさんこんにちは。 RCC ラジオまち自慢応援隊長の天才横山でございます。またまたこの番組がやってまいりました、まち自慢ラジオですけども、先週なかったんですよ。なので隔週みたいになってるんですけども、もうね、私も含めてきっと広島中の方が自慢が欲しい自慢が欲しい、あなたの自慢の声を聞かせてほしいって、普通自慢話されると嫌な気持ちになるのに、この番組の自慢だけはほのぼのと聞けるということで、待ち望んでいた時間がやってまいりました。この番組まち自慢ラジオは RCC 開局70年を記念して、広島県内23の市と町全てを回る企画ということです。出張荷箱スタジオで集めた皆さんの声をご紹介ということですけども、今週は尾道市と安芸高田市で集めた地元の町自慢をご紹介ということです。尾道はね、本当に広島に来る前から行きたいところ、それはもうそら大林信彦監督の尾道三部作があったりもしましたし、ああいつか行ってみたいなとかって思ってたんですよ。だけど安芸高田市の方も、安芸高田ってどの辺かいねと思ってするけど、ちょうど中国地方のど真ん中みたいなところで肝となるものがいっぱいあったりとかするんですよね。今日は一体どんな皆さんの町自慢が聞けるのか、町自慢ラジオ、今週も最後までどうぞごゆるりとお楽しみください。この番組は夢タウン夢マートレクトの提供でお送りします。 RCC の第2スタジオから町自慢応援隊長の天才横山がお送りしています、町自慢ラジオ。では番組前半は尾道市の町自慢をご紹介です。とその前に、番組にもう恒例ですね、コメントが届いていますので、まずはこちらをお聞きください。町自慢ラジオをお聞きの皆さん、スタジオの横山さんこんにちは。尾道町自慢応援隊長こと尾道市長の平谷裕子です。こんにちは。ここで私から尾道市についてご紹介をいたします。お願いします。尾道市は北部の中山間地域から島嶼部まで、谷はない景観や独特のいわゆる、文化、また歴史に育まれた多彩な資源を有している町です。はい。日本遺産に認定されている尾道市水道沿いの風情ある町並みは多くの観光客に訪れていただいており、また本市を起点とする瀬戸内しまなみ海道には、国内外を問わず多くのサイクリストにお越しいただいています。今後は新しい尾道の魅力として、穏やかな瀬戸内海の海を体験していただけるよう、マリンスポーツに力を入れていきたいと考えています。はい。そんなわけで、自慢することがいっぱいの尾道市ですから、ラジオをお聞きの皆さん、スタジオの横山さん、はい、ぜひ尾道市へお越しください、はい、尾道町自慢応援隊長こと尾道市長の平谷裕子でした。尾道町自慢応援隊長こと平谷裕子、尾道市長からコメントいただきましたけど、ありがとうございます。嬉しく思います。尾道はね、本当にいろんな顔を見せてくれるですよね。だから昔の人だったら、その映画の都だったですよねとか、魚が美味しいとこですよねとか、尾道水道がありますよねって、いや今ねサイクリングがねとかっていろんなことになるんでしょうよ。さあさあ、それでは早速行きましょう。尾道市で聞きました、あなたの地元の町自慢を教えてください。やっぱり一番は千光寺公園ですね。最近展望台が2つ新しくなって、そこからの景色がやっぱりいいですね、尾道水道と、あと尾道市街、対岸の向島ですね、やっぱり景色がいいんで癒されます、はい。みそで天満宮です、学問の神様の菅原道真の祀っとる神社になります。転校生のロケ地だよね。そうだね、ロープウェイの近くにあるんですけど、55段っていう
昔英語の、はい、転校生があったところです。そうです、入れ替わる、入れ替わるところで、ね、入れ替わるところからずっと受験とかいろいろお願いしてきたりとか、はい、何回かはなんかいろんなことはいいことがありました。うんうん、尾道の姿、まあ海がね綺麗なとこと、はい、はい、それからあの総来軒というお庭があるんですよね。あそこが好きなんですよ、まあ、はい、庭を見て。今お茶会がよくあるんで、茶室があってね、うん、行くんですけど、今はコロナでお茶会ないけどね、うん、お茶会があったりするんですよ。そこが好きでね、よく行くんですよ、うん、総来軒、綺麗なお花がいっぱい、あやめとかね、今口なしがこの前いたいっぱい咲いてた。ほうほうほう、いい匂いがしてね、口なしの花がね、うん、もうお庭へ入ったらプーンと口なしの匂いがしてね、なんかスーッと心が癒される。それはいいですね。あの唐沢のアイスクリーム屋さんに思い出があります。はいはい、あの子供の頃両親と一緒にあの唐沢でアイスクリームを買って、うん、海岸で食べて帰ったという思い出が、美味しかったです。あのモナカのアイスクリームってそれまで食べたことなくて、うん、あ、そうなんだね。あの多分人が休みの日とかだったら人だかりとか周りで外で食べられてる方がいるんで、うん、すぐ分かると思います、はい、そうか、やっぱみんな定番を抑えてくるね。千光寺公園の展望台が今年の3月にリニューアルされてるんですよね。で、全長63メートルの渡り廊下風の展望デッキが人気ということなんですけど、あの、御前様様を一緒にやっている相方の淵上咲は、私、尾道に行ってきます。新しい展望台見に行きますとかって言って、いろんな、いろんなところに行って、最後に展望台行くの忘れて帰ってきたっていう、何しに行ったんだ。だって桜が綺麗すぎてって言ったけど、いやそれを言ったんだろ、それ見に行ったんだろうと思ったけど、そのぐらい気が散るほどいろんな見るべきものがあるんだろうなと思うんですよね。あとは味噌で天満宮は、その石段がね、ちょうど大林信彦監督の映画転校生、あのぐる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 って言って、ぐる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 って言って、男の子が女になって、その後、カーンって関係って、カーンカラコロ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 ン、カラコロコロコロンってこうエコーがかかるんですよ。あれを見てて、ああ、広島に就職したいと僕も思ったんですよね。転校生のロケ地。で、実は、尾道はその昔、高い技術を持つ石区って言ってね、まあ石の大工さんですよね。石の職人さんが集まっていて、今も市内には、石の階段とか石の門が多く残ってるじゃないですか。だからすごい職人さんがいらっしゃったから、ああいう石の段がいっぱいあったりとかする町らしいんですよ。なので転校生のロケ地を支えていたのは昔の石工さんかもしれないってことですよね。あとは唐沢ですけど、唐沢僕もねデートで何回も行きました。いろんな女性と行きました。今も必ず尾道に行ったら行きます。で、一人でも、あの、モナカ風の卵アイスを食べるんですけど、昭和4年にオープンしていて、最初は喫茶店だったみたいですね。で、その後にアイスクリームのアイスの専門店になって、で、みんなバニラアイスだと思ってるかもしれませんけども、卵アイスをパリッパリのモナカ生地で挟んだモナカアイスが看板商品ということで、ちょうどね、海沿いのとこに、こう、椅子が出てて、そこで食べられるようにもなってたりとかするから、最高なんですよね。いやいや、あんな、やっぱ尾道はいっぱい。その尾道の町自慢、まだまだあります。では、再び、あなたの地元の町自慢、教えてください。和洋ダイニング10キッチンというお店が、あるので、それが自慢です。はい、タコをメインに、タコの定食と、うん、あとまあ洋食、エビフライ、ハンバーグ、白身フライ、まあ、夜もあるんですけど、はい、まあ、主に、ランチタイムで、うん、お出ししております。ほうほうほう、まあ、私タコ漁師をしてるので、私が取ってきたタコを安く皆さんに食べていただくっていう風な感じでやっております。贅沢だね。尾道はですね、市内の方に井戸がたくさんありまして、うん、どうしても水源が、まあ、川が少ないので井戸が
まあ、ありまして、はい、必ずあの神様が祀ってあります。ほう、尾道の水尾町というところがありまして、そこでは毎年あの水祭りという水を、水に感謝するお祭りが毎年行われてまして、はい、どうですかね、水人形、人形からこう水がこう噴射される、噴水みたいになってこう出てくる水人形というのがすごい人気で、はい、そういうお祭りがあります。ですね、まあ、大体その、まあ、カープとかもあったりしますね。カープが優勝した時のこの胴上げをしながら動くんですね。それを、周りから水が出たりとか、うんうん、その時代時代を背景にあの風刺したのもありますし、江戸時代からずっと伝わってきた祭りなんですけど、一度途絶えて、うん、それで有志の方が復活させようって復活させて、ちょっと何年前から復活したか忘れたんですけど、うんうん、今に続いてます。そっか、歯が動いたりするのがあったりするよね。尾道の好きなところはどこですか？瀬戸田です。未来心の丘です。ほうほう、よく行くの？よく行く。コロナ前はよく行ってた、うんうん、シャーベット食べたりあの景色を見たり、うん、すごいな、こっから落ちたら死ぬな。そうなんだ。そこの未来心の丘っていっぱいこう石があるよね。あそこで遊んだりとかするの？遊んだりするけど、うんうん、でも本命は景色だから。本命は景色ね。命のこと言うな。ここから落ちたら死ぬな。でも本命は、本当の命は景色だからっていうさ。これ今ね、インタビューに答えてくれたのは8歳の女の子で、心ちゃんっていう女の子らしいんですよ。切れ味良かったな、遠くの。10キッチンは、話を聞いたスタッフも実際にランチに行ってご飯をちゃんと食べたらしいんです。で、どうだったつってコメント聞いたら、タコが美味しくって噛み応えも抜群で、本当にこのタコは新鮮なんだなって感じましたって言ってたんですよね。あとは、水尾町の水祭り。これ、水に感謝して、水を噴射する手作りのからくり人形があちこちにこう展示されるらしいんですね。で、江戸時代の後期に始まって、1941年、これ昭和16年ですけど、を最後に一回中止されたんだけども、1989年、だから平成元年、俺が会社入った時だ。広島来た時だ。に復活をして、で、それも地域の高齢化で、今度はまた2008年を最後に、再び中止になりかけたけど、地元の有志の皆さんの尽力で、今もお祭りは続けられているということで、これがどういう形の開催になるかわかんないけども、今年は7月の、来月の23日に開催する予定なんだそうですよ。へえ、でも、色とりどりの、その風刺画みたいなものが、こうやって展示されてあるっていうことを聞くと、あ、行ってみたいね、と、リアルに思うよね。あとはその、瀬戸田町が尾道である。生口島も尾道であるってことが、なんか瀬戸田町ってさ、豊田郡瀬戸田町だよねって、なんとなく思ってるとこがあって、でももう、尾道になってから、2006年からなので、もう15、6年経つんだよなと思うと、ああ、そうなのかって思うよね。で、最近では、レンタサイクルで、その島の中を回るツーリングとか、あとは高山寺の博物館があったり、あと、未来心の丘ね、さっき心ちゃんが言ってた。あとは、平山郁夫美術館とか、もう観光地人気スポットいっぱいなので、いやいや、尾道はこりゃすごいよっていう感じですけども、さあ、皆さんが思っていた自慢の場所とメッセージの自慢の場所は一致したでしょうか？ここまでは、尾道市の町自慢でした。RCC ラジオ、町自慢応援隊長の天才、横山がお送りしている、町自慢ラジオ。番組の後半に入りましたけども、今度は、安芸高田市の町自慢をご紹介します。と前に、この番組に恒例のコメントが届いていますので、こちらをお聞きください。町自慢ラジオをお聞きの皆さん、スタジオの横山さん、こんにちは。安芸高田町自慢応援隊長こと、安芸高田市長の石丸真嗣です。こんにちは。ここで私から安芸高田市についてご紹介します。お願いします。安芸高田市は広島県の北部、中国地方のほぼ真ん中に位置する、自然が豊かな歴史と文化を誇る町です。戦国武将毛利元就の出身地であり、元就が残した三ツ矢の教えにチーム名が由来している
サンフレッチェ広島の練習拠点でもあります。そうかそうか。また神楽が非常に盛んな土地で、22の神楽団によって伝統が受け継がれています。はい。他にも自慢することがいっぱいの安芸高田市ですから、うん、ラジオをお聞きの皆さん、スタジオの横山さん、はい、ぜひ安芸高田市へお越しください。安芸高田町自慢応援隊長こと安芸高田市長の石丸真嗣でした。ありがとうございます、市長。ということで安芸高田町自慢応援隊長こと石丸真嗣安芸高田市長からのコメントでした。安芸高田市長って言いにくいですね。安芸高田市までならいいけど、安芸高田市長ってカク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 ってなっちゃいますね、これね。で、今度はその安芸高田市で聞きました、あなたの自慢の町自慢教えてください。もう安芸高田市は神楽、それから森本成、うん、それからあのサッカーも盛んで、高校にはあのサッカーするね、あの子たちが寮に入ってしてるぐらいすごいサッカーも盛んです、うんうん、サッカーの応援には行かれたりとか、うん、サッカーはね、あの見には行きますけども、はい、あのさ今は野球広島から三好に行ってる途中に右手に湧永製薬の大きな工場があります。あーですね。でハンドボールがものすごく有名です、うん、ものすごくスピード感があって得点もすごく入るし、はい、面白いんです。湧永は、まあ、もちろんあのハンドボールで有名なんですけど、湧永庭園っていう湧永製薬があの管理してる、季節にはチューリップとかバラとかとても綺麗で、遠くからもたくさん人が来られます、うんうん、ぜひあの湧永庭園にも来ていただきたいなと思います。あ、僕行ったことありますよ。とてもロケーションがいい場所がたくさんあります、はい、特に八ダムなんかは湖面を見るだけで、うん、あのすごくあの癒されます、はい、あの花見をするとか時間があって、うん、すがすがしくなるような気持ちになりたい時に行ってます、はい、おーほーほーほー。道の駅安芸高田三屋の里ですかね、あそこによく遊びに来ます、はい、そうですね。あそこはやっぱお野菜があのたくさん売ってますから、その野菜とか、あと、まあ、あのお弁当とかも結構豊富ですし、はい、そういうものを買ってちょっとピクニックに行ったりとか、うんうん、卵サンドがとってもあのでっかくて美味しい卵サンドがあって、それを買って食べたことがありますね、うんうん、厚みがだから2センチ以上あるような卵が入ってる卵サンド、すごいね、すごいですね。リアクション一緒だったすごいな、厚み2センチ以上の卵サンド食べたいな。安芸高田市はそのサッカーだけではないですっていうことらしいんですね。で、これハンドボールの湧永レオリックの本拠地でもあって、で来月らしいんですけど、ハンドボールの日本リーグが開幕して広島県内でも開催されますよと。で、これ有観客にするのかどうかは今後決めていくということです。で、あと湧永庭園ですけど、安芸高田の牧場の跡地に、意外と最近なんですよ。俺前からあったのかと思ったけど、1993年に開園したそうなんですけど、よく聞いてください、皆さん。この庭園は、湧永の社員の方が10年かけて皆さんで作った手作りの庭園なんです。へーと思いました。あとね、ハジダムの話があったじゃないですか。僕今、実はあの、秘密にしてたんですけど、結婚してるんですね。その結婚相手の方と、あの、デートに行ったことが、二人でサイクリングをしたことがあるので、ハジダム、思い出の場所です。その節はお世話になりました。ありがとうございます。あとは、道の駅が安芸高田には二つあるということです。で、道の駅三ツ矢の里、安芸高田は2020年にオープンして、県内で言うと20カ所目の道の駅で。で、先ほどお話があったけど、高級食パン専門店の美味しくて懺悔っていう店が入っていて、高級食パンの他に卵サンドも人気なんだそうですよ。美味しくて懺悔か。ハッとしてグーみたいな感じなのかな。いやいや、安芸高田もあるね。まだまだお話を伺いましょう。では再び、あなたの自慢の地元の町自慢、どうぞ教えてください。
高宮温泉いうところです。高宮温泉は、炭酸風呂とか酒風呂がありまして、うん、露天風呂なんですけど、直接一升瓶で浴槽の中にお酒を入れてくださって、まあ匂いもすごくいいんですけど、ポカポカして体が温まってとてもいい気分になります、うん、しそうですね。お酒の入ったお風呂に入ってまた出てからこう、はいはい、そこは我慢してジュースで、あ、そこでグワッといかないんだね。車で行くようになるんで、帰ってからのお楽しみいうことで、うんうん、高宮町にある高田サーキットっていうサーキット場があるんです。行ったことある、行ったことある。一周何ラップっていう形で、うん、タイムを競ういろんな外車とか、はい、国産の車とかいっぱい来るんで、うんうん、走られたことない。昔 K の耐久レース一人じゃないんですよ、はい、チームで、何人かで交代交代で走る、まあ、K なんじゃけど結構スピードも出るし、うんうん、いや面白いですよね、うん、あそこ面白いですよね。フィッシングレイク高宮っていう管理釣り場があるんですけど、釣り場ここでトラウトが釣れるっていうか釣るという、うん、はい、昨日も行ってきました。へえ、よく通われるんですか。もう常連ですできた時からの常連です。もう釣りが好きで、はい、家族全員です。なるほど。へえ、食べ物が美味しいっていうのはよく聞きますね。なるほど。まあ、野菜なんかでも結構ね作られてるし、うん、で自分のところでできたものを食べるっていうのは非常に美味しいなと感じます。はい、はい、一番乗せたんですよね。田んぼで去年コウノトリ来たんだけど、お今年はね、うん、1日2日でおらなくなりました。コウノトリ去年は良かったんですが今年は、草を刈らずに折ったら大変なことになって、うん、これじゃ鳥も歩けんわっていう状態になったんでそれから、一生懸命草刈りました、はい、足の踏み場もないって分なんだね。高宮町の町の鍛冶屋さんっていう塚本鉄工所のおじちゃんのぶちゃんっていう方がとても面白くって大好きで自慢です。鉄工所の方なんですけど、いろいろ今なんか引退されて、うん、息子さんに代を代わられたそうなのですが小学校の親子リレーとかあったらそれの親子の関係性とかとっても面白くアナウンスしてくださったり、小学校の朝の挨拶運動されたり、すごく楽しい方です。すごいな、気になるな、のぶちゃん。うちにはね、一流のぶゆきって言ってのぶちゃんっていうのがいるんですよ。大竹出身なんですけどね。のぶちゃんはそんな面白くないんですよ。でもね、秋田方ののぶちゃんは面白いんだな。高宮温泉ですね、まずね。高宮の湯の、湯の森か。これ地元で人気の温浴施設らしいんですけど、露天風呂の炭酸風呂と、あと酒風呂がこれ日替わりで、あと男女も入れ替えになるということみたいです。で、酒風呂は1日1回。土曜、日曜、祝日は1日2回。一升瓶の1本を全部ガーッつって言って入れるらしいんですよ。間違いなくポッポしますよね。だってビールかけの後とかもカープのポッポポッポしますからね。それ考えると、わ、相当温まるんだろうなっていうのが想像できますよね。あとは、フィッシングレイク高宮はダム湖を利用した西日本最大級のルアーフライフィッシング場として有名なんだそうです。で、トラウトっていうのは日本ではマス類全般の呼び名で、マスとかニジマス、ヤマメ、イワナなどが釣れると。俺ね、魚釣りをしないんですよ。なのであんまりよくわかんないけど、そうやって西日本最大級のそのフライフィッシング場があるんだね、秋田方にね。あとやっぱもう一番今回気になったのは塚本鉄工所のおじさんのぶちゃんですけど、これ、うちのスタッフが本当に面白い人なのか自慢すべき方なのかを調べてくれました。本名は塚本鉄工所の取締役の塚本信明さんとおっしゃるみたいです。昔から子供が好きで、自分の子供が卒業した後も小学校の運動会でリレーの実況を依頼されるほか、学校の挨拶運動も20年にわたって参加したり、学校にほら鉄工所だから自分が作った朝礼台
を寄付するなどしていると。で、子供が減っているその地域を見て、一人でも多くの子が地元に残ってほしい、地元を大切に思ってほしいということで、地域の子供たちとの関わりを続けているということみたいです。すごいね。自分の子供がいる時に、まず実況してたっていうのもすごいけど、卒業した後も実況リレーのを依頼されるんだよ。うちの一流のぶいくん、のぶくんも実況しますけど、のぶくんはうちの依頼されないと思うもん。いや、だからさ、この町自慢ラジオの面白いところは、本当にみんなが知っている場所とか、地域を代表する場所っていうのも、もちろん自慢だけども、そこに住まう方々、そこで生活をされる方々の息遣いが聞こえるような人間が出てくるっていうことじゃないかなと思うんですよね。いやいや、安芸高田市も魅力的だったな。ここまでは、安芸高田市の町自慢をご紹介しました。ほうね、ほうね、ほうかいね、町自慢ラジオ。いやー、いっぱい自慢聞いたな。俺今回は尾道と安芸高田市でしたけど、俺はね、尾道には行きつけの喫茶店メキシコっていうのがあるの。もう絶対このメキシコのおばちゃんに会わないと尾道に行った気がしないの。でも毎回行くのに必ずその店のことを俺はブラジルだと思ってて、おばちゃんに俺本当ブラジル来ないとさって、いやここメキシコだってって必ず言われる喫茶店があって、俺はメキシコのコーヒーとあとナッツがコーティングしてあるのがすごく美味しくて買って帰るっていうのを思い出しました。さあさあ、今後の荷箱カーの運行スケジュールですけども、もうすぐです。来週の月曜日6月20日には出張横山詣ということで私行かせていただきます。熊野町と坂町にお邪魔します。詳しい場所時間などは RCC ラジオのホームページをご覧になっていただければと思います。まあ当日ね行けないよという方がいらっしゃったら、ぜひ町自慢のメールで参加も OK ですので参加してください。アドレスは fm946@rcc.net となっています。町自慢ラジオ一週空きで隔週で放送を今していますけども、次回の放送は再来週7月の2日土曜日午後1時からということです。なんかね、その御前様様をやらせていただいたりとか、あといろんな方々にこの町自慢ラジオの感想を聞くんです。そうすると本当に自慢がこんなに素敵なことだとか、街を喋るってことはこんなに楽しいことだっていうのを再発見するっていうことなので、ぜひ皆さんも参加してください。天才横山でした。この番組は夢タウン夢マートレクトの提供でお送りしました。